ははいいさんこんこにちは熊沢でございます、えー、本日はですね早速まあ今日のお題目をねちょっとお話ししておこうかなと思うんですが、えー、私熊沢これでもプロのビデオグラファーなんでございますけれども、えー、プロのビデオグラファーとして、えー、自分にとっての相棒はルミックスだということでルミックスのカメラを愛用してます。 はい、これが S1H ですね S1H はいもう学んでるくらいたくさん使ってるもう最近だとあのここねここのグリップがちょっとハゲてきてるんですよゴムがあの多分小指がねこう力入るんでしょうねうんちょっとちょっとこう やべえ感じになってきてきるんですすけど、まあ、それぐらい愛用してます、はいでえー、一応プロのビデオグラファーとして、まあ、ルミックスを扱ってるわけなんですけれどもメリットがあるから使ってるわけですねもちろん。うん、でそのメリットって何よっていうことは、まあ、このチャンネルの中でいろんな時にこう折に触れてといいますかお話はしてきてるんですけれども今日はちょっとこう。 ビデオグラファーにとってのルミックスカメラの優位性っていうところでちょっとお話をしていきたいなと思ってます。はい、最近ちょっとこうねルミックスで写真撮るのいいぜっていうのをすごいこう発信してきてはいるんですが一旦ね自分とルミックスっていうところで、えー、立ち返って考えてみようと思ったらやっぱすげえなと思ったんですよね。うん、で今あの撮影で使っててる GH6 に関しても あのハイエンドフラッグシップ機で本当に見た目が S1H 先行レビューさせていただいたんですけれども発売前にねその時にも「届きます」うん「これレビューするために使ってください」ということで、えー、先行で貸し出しを受けてですねお借りするわけじゃないですか「届きます」箱に書いてある時点で箱に書いてあるそのカメラの写真ですよ GH6 の写真の時点で。 なんか変なところにレックボタンついてんなと見たことあるなとこれ S1H だなとで手元にこう出してですねこう袋からパサッと出すわけじゃないですかもう S1H なんですよファンついてるしなんか GH なんだけど S1H なんですよでそれぐらいこうもう多分あのハイエンドフラッグシップ機ってこういう感じなのかなっていうぐらいこうなんか一つのねこの S1H の,こ,のここのレックボタンとかまあいっぱいあるんですけどいろいろね押しおもうすごいよ」ってところがあるんですけど J6 に関しても,も動画フラッグシップきだ,、はいまあ、だろうと思ってるわけなんですけれども優位性があるから僕は使っているわけであのこの優位性をとにかくあのいろんな方に伝えたいんですよ。なぜならば僕はそれで幸せになってるからなんですね。うん、あの何 何の不満もなく僕は幸せに仕事をしてるんですこのカメラたちで。うん、なので、まあうん、まあ自分の言葉でこうお伝えできるかなと思ったので、まあ、今日はそういうご身分でといいますかそういう立場を持ってちょっとお話をしていきたいなと、えー、思ってます。はい、で結論から言うとね、うん、すごーく丸めてあのー。 パコンと結論から言うとシネマカメラなんですよこの人この人はこの S1H という音体はあのー、フルサイズセンサー写真フルサイズセンサーを搭載した紛れもないシネマカメラなんですよね、うん、まあ、このシネマカメラの基準もよくわからないんですけどまあ、シネマカメラですこの人はい で今収録で使ってる GH6 この人も紛れもなく、えー、マイクロフォーサーズセンサーを搭載したシネマカメラです。はいそう結論はそれなんですよ結論はうんでその結論を、えー、先に当時と言いますかね、えー、先に話しておいて、えー、じゃあここからいろいろお話ししていくんですが前提としてね 僕らがなんで一眼ムービーを扱うかっていうことをちょっと考えてみようとえいうことなんですけどなんんで皆さん一眼ムービービを扱いますだってビデオカメラあるじゃないですかビデオカメラねあるわけですよ別にビデオカメラで映像撮れるじゃないですかっていうかむしろビデオカメラの方が映像撮れるんですよいろんな意味合いで、うん、さあなんででしょうと、えー、いうところをね、えー、考えていくとまあ一個が 浅いいい被写界が得られるっていうところじゃないですか2.3分の1型センサーとか1インチセンサーに比べてマイクロフォースアーズとか APS-C とかこれ写真基準の話ね、えー、っとマイクロフォースアーズとか APS-C とかフルサイズまあ中盤とかもそうですけどさらにラージフォーマットっていうところで言うと、えー、やっぱ2.3分の1型とか1インチセンサーとかに比べればやっぱりセンサー由来で被写界が薄いっすよね。うん そうだからまあすげえ簡単に言うとボケやすいっていうことですよ、うん、まあそれが得たいっていう人いると思うんですよ。うん、でこの高画質っていうのも、まあ、いろんな要因があると思うんですけどまあおっきいセンサーにたくさんの画素が埋め込まれているという、まあ、今でいうところのオーバーサンプリングみたいなことでよりこう高精細高詳細な絵が残せるよねっていうことだったりとか。 あとまあレンズ交換できるよねみたいなこととか、まあ、その辺だったりするんじゃないかなと思うんですよ。うん、あとはまあシネマカメラを扱おうと思ったら今で言うとあのブラックマジックデザインがポケシネ 4K とか 6K プロとかでかいですけどポケシネ 4K とかマイクロフォーサーズセンサーを搭載したシネマカメラでえといわゆるその一眼型っていうのが一眼型のシネマカメラですよねあれね。うん あれシネマカメラですから、まあ、そういうカメラもあったりするぐらいですけれども、まあ、基本ベースはこう写真を撮るためのカメラにムービー収録機能を搭載してるっていうのを各社やってくれてるおかげで僕らがそのフルサイズとか APS-C とかマイクロフォーサーズで映像が撮れると、うん、綺麗に被写界が薄く撮れるわけですよね。うん、レンズを交換しながら好きなレンズを使いながらっていうわけじゃないですか。 まあその辺が一眼ムービーを自分たちが扱う理由なんじゃないかなと思うんです。でえと僕個人の話で言うとシネマカメラ使いたいんですよ。やっぱ。でかいとか高いとかいろいろあると思うんですけど。 高いっていうところね高価であるというところに関してはあのやっぱちょっとやっぱ手が届かないですよ。うん、個人ででで保有すするレベルのカメラばかりではないですそれこそさっき言ったようなブラックマジックデザインの,あのポケシネ 4K6K6K プロってあたりは個人保有が、えー、割とできてしまうレベルの価格帯で出してくれてるので非常にいいなと思うんですけれども例えば。 同じメーカーでいうとアーサミニプロ 12K とかってやっぱボディだけで100万近くするわけですよ。でらにこうシ,ョルダーショルダーヘルドするためのキットだったりとかこう、ねえー、と LCD のこの,こ,のこれですよビューファインダーそうビューファインダーとかいろんなものをつけてったらやっぱ200300万くだらないわけですよね。ってなるのでやっぱ高いうん。 買える代物ではない持ってる人もいるよ持ってる人もいるんだけれどもやっぱなかなか買える代物ではないですよね、えー、同じようなこのパナソニックのバリカムなんてのものも、まあ、買えたもんじゃないですよ、うん、でそういったシネマカメラってスーパー 35mm のセンサーを搭載してるわけですね写真フルサイズに比べるとちょっと小さいわけですようん。なので 被写界薄く撮れるよねとかっていう意味合いで言うとぶっちゃけフルサイズの方がボボケケるるっちゃボケるんですよね<う>んまあそんなこともあったりするしそれからまあやっぱ手に届きやすいよねこいつ手に届きづらいですけどね <うん S 2> とかっていうのもあってまあでもやっぱりシネマカメラに憧れるわけですようんみんながみんなそうじゃないと思うんだけどまあ特に僕なんかはすごくシネマカメラに 憧れるわけです、うん、だから映像を撮ろうってなるともう映画基基基準準準ななんでですすよシネマ基準、うん、テレビ基準じゃないですね、うん、やっぱそのバラエティ番組を見てビデオグラファーになりたいと思ったわけではなかったのでまああのちょっとこれまた余談になるんですがあの僕がビデオグラファーになりたいと思ったきっかけって一個もなくて <laughs>。 自分が音楽活動ををししててていいく上ででセルフプロモーションに役立つだろうと思ってカメラを導入しているんですよ映像扱い始めたんでちょっとねあの純粋な気持ちでビデオグラファーとして食っていくんだ映像作品に魅せられてビデオグラファーになりたいんだっていうことであのこの業界に足を踏み入れてるわけじゃないのでちょっと異色っちゃ異色なんですけどでもやっぱこういざ自分が仕事として映像作品っていうのを扱うようになるとやっぱこう映画っていうのを憧れるんですね。 で将来的に撮りたいか撮りたくないかってそういうことよりも映画のトーンとか憧れるわけで,すよ、うん、で最近だとまあ長らく続いてますこのトレンドはシネマティックっていう言葉がまあものすごくこの YouTube 上においてもまあめちゃめちゃ横行してるじゃないですか。 そろそろ一旦ちょっと冷静にみんな考えようよって思ったりする時もあるんですけどその「シネマティック」っていう言葉をねちょっと考えようよとは思うんですけどまあシネマティックという言葉を考えてみると映画風とか映画的とか映画っぽいとかそういう意味合いがあるじゃないですかだからみんなシネマに見せられてるわけでしょうん。って考えるとさやっぱシネマ基準でいろいろ考えると筋が通ってくるんじゃねえかなと思うわけですよ。で最初に言った結論エルミックスの ハエンドフラッグシップ機はマジでシネマカメラだよっていう話に戻ってくるんですけどシネマカメラであればあるほどいいいわゆるるシネマティックは追い求めやすすと思ってるんですよね、うん、で僕はそのシネマティックを追いかけるつもりは一切ないんですけどもシネマスタンダードというかシネマ基準でいろいろ考えていくと割とこう理路精通してるというかって思ったりしてるんですよ。はい、ここまででが前置きです <laughs> 11分喋ってますね、えー、やばいですねうんまあそういうこともあって、まあ、世間のみんなって結局シネマティックを追い求めてるじゃんとシネマを追い求めてるじゃんかと。でもって一眼ムービーでシネマトーンを得ようとしてるじゃんじゃんってなった時にじゃああなたが今お使いの一眼カメラは果たして シネマ基準かっていうことなんですよ、うん、そう。でこれが今日のお題目ビデオグラファーにとってのルミックスカメラの優位性に繋がってくるんですよお話ししていきますよまあ、もちろんテレビでも映像は流れます当たり前ですでもちろん劇場でも流れるわけですね映画が そして僕らが今ねこうやって動画を上げているようなえ動画プラットフォームですよ YouTube だったりニコニコ動画だったり Vimeo とかねそういったところでえ映像作品っていうのを楽しめるわけですよもちろん Amazon プライムとかさ Netflix とかさそういうところでもまあもちろん楽しめるわけですけれどもそもそもシネマカメラは、まあ、ファンが搭載されてて えー、映像を撮るためのカメラなので映像が撮れないっていうことがないんですよ止まらないってことですよいつでも撮れるってことですよ。暑くなって止まりまりしたとか言えないわけですよね。うん、もちろんなんかすんごい,こすんごい寒冷地とかすんごい暑いとことか行ってめちゃめちゃ過酷に使えばもしかしたら止まることはあるかもしれないです。うん、もしかしかたらですよ なんかとんでもない水没を起こしたとか、えー、なんかね凍っちゃったとかね、うん、そういうことがあればもしかしたら動かないこともあるかもしれないですけど、まあ、基本やっぱその映像を撮るカメラなんで映像を撮ってる最中に何かこっちが記録を中止していいよって言うまではあの撮り続けてほしいわけですよ。っていうかそれ絶対条件だと思うんですけども。 えー、ルミックスはそれを満たせるわけです。無制限記録というのを歌ってくれてます。はい、この s1h に関しても gh6 に関してもうんありがたいですよね。うんま、これはもうあのー、まあ、皆さん周知の事実かな？というところで、まあ、ルミックスって止まらないよね。と長く取れるよね。っていうところは下手すると他メーカーの他社のカメラ使っている方もご存知のところかなと。と、えー、思ったりはしてます。はい、これは1個目のすごく重要なポイント核になるポイントかなと思ってます。これがないと、えー、この先の話に全然進まないというか。 あのこの先の話をしてもだって止まるじゃんっていう話になっちゃうんでね。うん、っていうところは1個重要なとこ無制限記録ができるというところですね、うん、これは 6K とか 5.7K5.9K っていうのを扱っても無制限で取れる。うん、っていうところです。はいでえここからねちょ,ちょっと若干マニアックかもしれないんですけどあのそれ必要ねえよっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、あのゆるっと聞いてもらえたらと思ってますけども個人的にね シャッター角度を設定できるっていうのが写真ベースで考えるとシャッター速度シャッタースピードっていうのがスタンダードじゃないですか。ねえー、1 200分の1とか、えー、1 100分の1とか1 125分の1とか、まあ、シャッタースピードを設定することで、えー、明るさを調整することができてかつ、えー、動きを止めることができたりあるいはえー 像をぶらすことができたり、まあ、写真効果の中で、えー、撮影効果の中でそういったこう効能がある露出を設定でできるものですよね、うん、ただあの映像カメラのシャッターっていうのは回転シャッターなんですよそもそも、うん。なのでシャッター角度シャッターアングルっていうものなんですよね本来設定すべきは。うん で、えー、っとこの180度に設定するのが、えー、スタンダードなんですよ、うん、映像において、うん、でこのシャッター角度が設定できるんですよこのカメラたち。まあこれかつて使ってた GH4 とかもそうなんですけどやばくないですかシネマカメラはあとカムコーダーとかはシャッター角度と,、えー、っとシャッタースピードどっちも選択できるんですよ、うん、それでいうと ISO と原因も選択できるんですけど S1H それから GH6 それから他のルミックスカメラこれシャッター角度選択できるんでですよでえっと写真ベースでシャッタースピードを扱ってる人からすると,えっと映像のコマ数に対して2倍分の1っていう数値を選んでくれとえこれがセオリーですよというふうにどっかで教わったりとか習ったりとかえどっかのブログで見たりとか。 えー、YouTube の誰かの Tips とかで見たりとかしてると思うんですよだから24個まで撮る場合2倍分の1なので本来48分の1なんですね、うん、で、うん、まあいいや48分の1なんですよでも写真カメラでは48分の1設定できないんですよ、うん、近い数字って言ったら50分の1とかあ30分の1とかあよ40分の1だったっけとか、まあ、その辺が近い数字なんですね なので最も近い数字選びましょうっつうこと妥協策で50分の1選択してるんですよ基本的にはねうんでもシャッター角度にするとえー、っと180度っていうのは選択できるわけですからじゃあこの180度っていうのが、えー、フレームシャッタースピード換算でいうと48分の1なんですよすごくないですかこれ実際にえー、っとねまあお手持ちのカメラでちょっと試しにやってみてほしいんですけど もしルミックスカメラを使っている方がいればねえー、っとシャッター角度えー、っとね,い、えー、っとねちょっとメニュー見ながらしゃべろっかカメラの赤いメニューがありますね赤いメニューの画質2というページがありますそこに、えー、SS スラッシュゲイン操作っていうのがあるんですよでここでシャッタースピード ISO 感度それからゲインシャッター角度 どどういうういい組み合わせでで使えますすかっていうのが選べるんですけどまあスタンダードなえーシャッタースピードと ISO 感度で扱うという設定項目とえシャッター角度と ISO 感度で設定するモードそしてシャッタースピードとゲインで設定するモードっていうのが選べて僕は基本的に角度 ISO シャッター角度と ISO っていうえっと操作の仕方をしてます。 で、例えばこれ24コマまあ 24fps ですよね 24fps にして、えー、あの画質設定をしといてで実際にレックを回してください1秒でも2秒でもいいです記録しますで SD カードねこれプレビュー画面で,で再生ボタンを押して、えー、再生する時のディスプレイボ,ボタンを押すとね EXIF とか見れるんですよでその EXIF 見てみてくださいシャッタースピード48分の1になってるんで ちうん。でなんで映像のカメラが回転シャッターでかつ180度が鉄板なのかっていうのは気になる人は調べてみてみください要は最もモーションブラーが自然であるという観点から180度になってるわけなんですけどもっと詳しく知りたいよっていう人は調べてみてください、うん。モーションブラーが最も滑らかであるという理由なんです。じゃあ やっぱり1 8 0度使いたいじゃん。48分の1使いたいじゃん。っていうことになるわけでしょ。それが使えるんですよ。うん、すごくないですか。すごいよね。でもちろんね。あのー、商業電気の周波数っていうのがありまして、東日本だと 50hz 西日本だと60ヘルツっていうのがあるんですね。うんまあ、これによってハムノイズとかが50。 から始まって、えー、倍音で 100Hz とか 150Hz とかに乗っかってきたりもするんですけどあの電源由来ノイズねマイクとかに乗っかってくるようなでそこでフリッカーっていうのが起きるんですよ。でフリッカー対策もあって結果50分の1使うんだからあのシャッター角度がアーダコーダ別に必要ねえよっていう人もいると思うんですけどいやシネマ基準だから。シネマ基準で考えたら180度なのよ。 基本的にはねただその商業電気とかで蛍光灯とかがどうしても映り込んでしまうえ屋外での撮影で街中で照明組んでいたとしても街の街灯がちょっとどうしても影響してしまう時とかは172.8度っていうのに設定するとフリカ消えるんですよこれがシャッタースピード換算で50分の1ですね。とかね60個まで撮ってる時なんかの180度はもちろん。 120分の1ですよこれも設定できないですから120分の1って設定できないんですよ125分の1なんですよ本来あのシャッタースピードでいうとねただシャッタースピード換算で120分の1が選べちゃうでじゃあフリッカー気になるから100分の1にしたいよってなったら216度にすればいいんですよだシネマ基準でシネマカメラ基準でシャッター角度が扱えるこれは僕にとって それからビデオグラファーにとって非常に優位性があることだとだ僕は思っていますなぜならばこれまでモーションブラーが最も滑らかなのは180度であるという常識がずっと業界の中で来たわけじゃないですかそれをもちろんホラーを撮っているからもっと残像感を出したいのでえー 例えば120度で撮りたいとかそれはねありだと思うの表現法としてもうちょっと残像を残したいとかでも基本的に最もナチュラルなモーションブラーを得ようと思ったら180度シャッタースピード換算で24コマに対して1 48分の1って言われてるんですからそこに対してあのーいやいや別にっていうのは言ってもいいんだけど別に僕はね割とそこに従っといていいんじゃないかなと思うしあのフィルムですからねうん。 そういうのもあって、えー、まあ僕にとってはすごく大きなあの優位性だと思ってます。はい、これはビデオグラファーにとって優位性だと思ってます。はい。うん。シャッター角度だけでこんなに喋っちゃうのね。うん、シャッター角度というポイントですね。うん。ちょっと水分補給していいですか。うん。さて、行、えー、きましょうか。その外もね、いっぱいあるので覚悟しておいてくださいよ。 えー、フォーカスリング制御言えてた今フォーカスリング制御これやばいでしょもうねすでにルミックスカメラをお使いの方であればああそれやばいっていう風に思うと思うんですけどあのー、我々基本的に一眼カメラを使う時っていうのは、えー、写真レンズを使うわけですねうん、えー、オートフォーカスが使える、えー、写真レンズ電子接点がついていてイグジフデータの残る写真レンズを使ってます はい、ただ映画基準で言うと、まあ、シネレンズっていうのがあるわけですね動画を撮るためのレンズですでこのレンズの特徴っていうのはもちろんね多分ねこれ理由はあって、えー、とオートフォーカスさせるためにモーター駆動させてレンズをこう前後させてピント合わせるわけじゃないですかだからモーターをんモーターパワーで レンズを動かすっていうことなので中のレンズがバカでかいと多分ねモーターのパワーもめっちゃ必要になるので最終的にレンズめっちゃでかくなると思うんですよで。多分そこのバランスのいいところでレンズのサイズ感と,、えー、とモーターのパワーっていうのをうまくあのなんとか8 2ミリフィルター径8 2ミリでなんとか収まるようにしてると思うんですね。最近だとあのキヤノンでバカでかい「ニッパチ 70F2」70 F っていうレンズがあると思うんですけど。 あれ多分フィルター系82ミリ超えてるんですよね90何ミリとかだったと思うんだけど、まあ、多分こあの描写を追求していくとレンズででかくなると思うんですよ。中のガラス玉がでかけりゃでかいほど良、あのー、くなってくるというかうんと思うんですよね光学性能上がると思うんですよ。あの光を通すっていう物理の話になってくるので。で、まあ、そういうそのシネレンズっていうのはモーターを必要としないわけですよ。オートフォーカスさせる気がないから。 ママニニュュアアルルレンンズなのでマニュアルでピントを取りますその代わり、えー、と中のレンズが、まあ、多分でかくできたりとか、まあ、重くできたりとか,、まあ、なんかいろんなことで光学性能って高いと思うんですよね。でそれ以外にも、えー、と絞りそれから、えー、ピントまあ場合によってはズームレンズの場合は、まあ、ズームこの3つを操作するねリングが、えー、フォーカスギアになってるわけですよ。なのでフフォォローフォーカスとかつけた時に 噛み合うあの歯車たなっていうところもあると思いますその機能面で言ったらそして何よりピントピントリングなんですよ、うん、ピントリングの回転角度があの写真のオートフォーカス用レンズに比べて非常に広いんですね、うん、えっと写真って狭いんですよそのおかげであの割とこう 早いピン送りとかができたりはするんですけどなんていうのかな、えー、と近いっていうのかなピュッピュッってだけでちょっとこうピントを調節できたりはするんですけどより緻密に、えー、ピントを取っていくであったりとか、えー、ピン送りをする時の速度を調節できたりとかそういう意味合いで回転角度が広かったりとかリニアに動いてくれる。 要はその断続的ではなくて連続的な動きをしてくれるっていうのは、えー、僕らビデオグラファーにとっては非常に、えー、メリットなんじゃないかなと思ってるんですね。でそれを写真レンズでもできるよってしてくれてるんですルミックスって。フォーカスリング制御というメニューが実はありましてこれもさあすごいよね。どこだっけな フォーカスのメニューだったっけこっちかああレンズ情報とかだったっけあ,あったあった、えー、青い歯車メニューですね。のレンズスラッシュその他というメニュー項目の中にフォーカスリング制御というメニューがあります。でここで、えー、ノンリニアかリニアかっていうのを選べます。リニアといいうののは回転の速度とかに応じないで ノン,、ね、ン,ンリニアっていうのはこうグッと加速度的なものに対してはしっかりとこうついてきてくれるというかスッとこう合わせられるみたいなことです。でらに設定っていうのがあるんですけど、あのー、回転をねリニアにした時にピントのこの回転の角度っていうのを選択できるんですよ。要は狭くしたり広くししたたりり広でできるんです 接めから無限遠までのこの回転幅っていうのっていうのを設定できるんですよ。すごくないですか結構病気でしょこれ、うん、でちなみに僕はえー、っとリニアにしていて設定の方で、えー、っと角度に関しては180度に設定してます。はい、これによってですねすごい緻密なピン送りそれから一定速度のピン送りっていうのが可能になるんですよ。 それを、まあえー、とフルサイズのこの S シリーズで言えば L マウントマイクロフォーサーズで言えばマイクロフォーサーズマウントのいろんなレンズたちで使えるんです。シネレンズ必要としないんです。すごいでしょ。すごくないフォーカスギアって後からつけれたりするじゃないですか。あのいろんなのが出てるから、うん、グリーンとつけられるものが出てるのでフォローフォーカスを使おうと思ったら普通の写真レンズでも。 つけれるんですよギアに関してはただこのリニアに動かすどのこうのっていうのは無理なんですよねうん。それをできるようにしてくれてるんですよシネマカメラでしょシネマスタンダードで考えてるんですよやばくないですかやばいっすよねうん。これをねちょっと話しておきたかったんですよねうん。えー、そしてこれちょっとね シネマスタンダードかと言われるとちょっとあれなんですけど皆さん知ってるかなえー、っとねこれ俺ね一回ね役立ったことがあるんですよ。テレビ業界でで仕事してる人ルミックスいいですよ僕ね普段はテレビの人たちと仕事なんかしないんですけど一度だけあの知り合いの仲のいい ビデオグラファーが、えー、と地方局に CM を下ろすっていうことで CM 制作したんですよでその中でちょっとキネティックタイプみたいな編集をしてほしいっていうことで一部編集に携わったんですよねでその時にテレビに納品するための,その企画というかいろいろあるんですよノンモジュレーションとかねあとあのー、ちょっと余白を作っとかなきゃいけないとか いいっぱいあるんですよ、うん、で、えっと、カラーバーとサイン波入れなきゃいけないんですよ。でカラーバーって探せばどっかにあるんですよネット上に。で 1K のサイン波なんか僕音楽やってますから音楽めちゃめちゃ詳しいので 1K のサイン波なんかテストトーンですぐ出せるんですよ。なんだけどルミックスこれすぐ出せます。 えーとねこれもメニューのどこにあったかねちょっと忘れちゃったんですけどどこだったかな青メニューだった気がするんだよなあ,あったあったえーと「歯車青メニューのモニタースラッシュ表示かっこ動画」っていうところの2ページ目ですねえカラーバーというメニューがあります。ここで SMPTE、まあ、とか EBU とか、えー、ARIB とか、まあ、それぞれの規格を、えー、出すことができるんですけどもこの SMPTE とか出すと、まあ、こうなるわけですね。まあ、ピーって言ってるの聞こえるかなマイクに近づけて聞こえるか。よいしょ。えピーって言ってるでしょ。 でカラーバーバが出るんでですよ、うん、でこれ最初わけわかんないでしょあ ?HDMI でなんか生放送の時とかに使うのかなとか、ね、生放送で各機器のキャリブレーションのために使うのかなとか、まあ、そういう風に考えられる方もいると思うんですけどちょっとここで SD カードを入れてみますよ。ね、SD カード入れました。はい大丈夫ですすねこれボタンを押すと はい、これ SD カードに記録できるんですよこの 1K のサイン波とカラーバーをすごくない ?HDMI 経由で例えば忍者とかに記録それはも,うもちろん当たり前にできるんですけどカラーバーと 1K のサイン波を SD カードに入れられるんですよすごくない すごいでし,ょしかもえー、っ,ともうちょっともう一回見ていただくんですけどはいピンとくるかなきっとくるよね、はい探してきたとここねホイール回すとこれミュートから始まって− 2 0 d ナス1 8 d c っていう感じで最大ス1 2 d c まで。 記録するためめの音量を決めれるんですよテレビで仕事する人カラーバー絶対必要なんではいビデオグラファーにとっての優位性ですこれ出せるカメラある一眼カメラで多分ないと思います普段使わないと思いますけど皆さんで僕たまにあの自分のこのビデオブログの中でなんかちょっと編集する時に えーっと部屋にいたけど外にいるみたいなちょっと時とかプツンって切るの変だから刺すんですけどそれルミックスで撮ったカラーバー刺してるんですよすごくないこれ優位性だと思いません僕は優位性だと思ってますはいさて他に何があったかな他に何があったかな喋りたいと思ってたんですけどねメモはしてないんですよ 思い出した思い出しました暑いね最近部屋の温度管理が大変でこんなことどうでもいいですよシステム周波数ですねこれ真髄じゃないかなと思ってます僕システム周波数あのー、皆さんがどうお考えかっていうところはまあ一旦のぞきますが ルミックスのカメラはシステム周波数というですね扱う地域によってカメラの周波数を変えられるんですよ例えばまあ日本だったら NTSC でいいと思うんですね、うん、基本的には、うん、69.59.94うう、えー、だっけまあまあのあの NTSC を選んどけば間違いないんですよで、まあ、海外の方とかだとパルね、うん、っていうのが あともう一個シネマっていうのが選べるんですよ 24Hz っていうのが 24kHz24Hz 24えー、システム周波数ちなみに僕このシステム周波数あのマイページに入れてるくらい重要だと思ってるんですはいパル、えー、だと 50Hz ですね 50.00HzNTSC だと 59.94Hz とでシネマで 24Hz ということなんですけど まあこれもちょっとあのしっかり知りたい方はご自身で NTSC 方式とかでしら調べてもらうと分かるんですけどまあ,あのテレビってあのすげえ中途半端ななフレームレーームトなんですよね最終的にもともと 60i っていうインターレースで撮ってインターレースを解除してみたいなことをしていたわけなんですけど今ハイビジョンだからデジタルなんですよね。でなんかねそのの時になんか音声との 兼ね合いとかも含めてあのー、なんか0.1%ぐらいフレームレートが短いみたいなことになっちゃったらしいんですよ。でそれが僕らが普段 NTSC で扱う 23.976fps とか 29.97fps とか 59.94fps みたいなすっげえ中途半端な。 ものになっちゃうんですよあれに疑問を感じたこといないないですか皆さん疑問を感じたこと僕すごい違和感だったんですよだって冷静に考えてくださいフィルムでフィルムで23.976コマって何って思いませんそもそもだってフィルムで撮ってきたはずじゃないですか映像をそれなのになんで小数点出てくるのみたいなおかしくないですか一コマあたりんどういうことみたいなちょっと思いません でももそれはもうしょうがないんですって NTSC 方式の場合は。うんだから例えばタイムライン編集しててこうコマ送りしてねここでカットしたいとかえっ、ー、とあるいはそのトランジションをかけたいとかいろいろこうちょっとキーフレームを使ってこういろいろやりたいっていう時に24コマ目は存在してないんですよなんか微妙なところで。うんちょっと違和感じゃないですか。だから23 コマから次のゼロコマまでの間のこのちょっと微妙なところっていうのが。なんか微妙に扱いきれなくて、ちょっとストレス感じた時期あったんですよ。で、このシネマの周波数にしておくと。きっかり二十四コマなんですよ。当たり前ですよね。当たり前なんですけど、それができてしまうんです。この人。すごくない。で、しかも。このシステム周波数を二十四コマシネマにすると。 まあもちろん二十四コマ、きっかり二十四コマなんですけども、HS 撮影したいよねっていうときに、四十八コマが扱えるんですよ。もちろんバリアブルフレームレートとかを使えば、四十八コマとか九十六コマとかね使えるんですけど、きちんと四十八コマも扱えるんですよ。五十パースローっていうのが扱えてしまう。ね。 でこの48コマっていうのが僕結構あのすごいと思ってて純粋な最初の方のシャッタースピードの話に戻るんですけどじゃあシャッタースピード基準で48コマを扱いましょうってなったらシャッタースピードはいくつですか100分の1なんですよこれ東日本においてだけ言えばフリッカーは防げるんですよね、うん、そう。 だからフリッカーの影響を全く受けませんよっていう状況だと48コマの場合は96分の1が設定できたら大正解なんですけどフリッカーの影響を受けてしまう場所においては100分の1っていうのが一番しっくりくるわけですね。それに対してまあ,あのシャッター角度でいけば180度っていうのが96分の1に換算されて172.8度っていうのが。 100分の1に相当するわけですよ60コマとかだとどうしても120分の1になってしまうのでまあ一番近い100コマでどうにかフリッカーを抑えようかとかって話になってくるんですけどよりナチュラルなモーションブラーの HS ができると考えるとまあいいよねフリッカーのことも考えて。とかって僕結構48コマの,あの優,位優位性ってすごく感じてるんですよ。そう ただね忍者とかで収録しようと思うと48コマは使えないんですよねうん。あと GH6 で96コマがあのバリアブルフレームレートではなくて通常撮影で96コマ使えないんですよねうん。60コマは使えないけど120コマは使えるみたいなちょっとそういうところがあるのでなんかどうにかなったら嬉しいなと思ってるんですけどこれすごいことじゃないですかめっちゃ喋ってるでしょ僕 でもね今日はちょっとねもう超雑談とか超余談なので、あのー、どうしてもお話ししたかったんですね。うん、でまあ他にもさ、えー、ラットビューアシストがあったりとかフレーム表示とかゼブラ、えー、とベクトルスコープウェーブフォームスポット軌道メーターとか、えー、露出を取る上で映像,の映像収録をする時の、えー、露出を取る上で必要な機能っていうのが超絶盛りだくさんなんですよ。 でフレーム表示みたいなえ最終的なアスペクトを想定したフレームマスクをかけることによってより構図を作るえサポートっていうのをやっぱしてくれるってあったりとか本当にねこう動画を撮るために考え抜かれてるカメラだなとすごく感じているわけですね。そしてピーキングも優秀であるというところまあこれは写真にももちろん効いてくるポイントなんですけどどうですかまあ多分シネマカメラに 唯一届かないポイントっていうとまあ内蔵の ND フィルターがないとかあとなんだろうなまあこいつだけで SDI 出せないとかかなそんなもんなんかあった気がするんだよな何なかあった気がするんだけどまあでもそんなところなんだろうなまあ XLR 入んないとかね あのこいつ単体では XLR が入力できないとかあのまだシネマカメラとしては純粋なものではないっていう考え方も、まあ、どこかにはあるかなというポイントはどうしてもあるんですけどいいや全然問題ないとな内蔵 ND なんかは、まあ、最近ね可変式のレンズの前玉につけるようなフィルターにつけるような ND たくさん出てるわけですしそこで賄えるじゃないですか、うん、だしえーまあ、XLR に関しては必要であれば XLR、あのー、アダプターっていうのがあるのでそれをねホットシューにカチャコンとつけることで XLR 入力も2チャンネルまで、えー、扱うことができますしこんだけ小さくてシネマカメラであそうそうそう思い出したスーパー3 5ミリが扱えるんですよ。 APS-C クロップって言ってて言ないんですよスーパー 35mm なんですよ。動画撮影範囲っていうのを選択できて例えば、えっと、4K とか扱ってる場合っていうのはフルフレームスーパー 35mm まあピクセルバイピクセルっていうのを選択できるんですけどスーパー 35mm の画角を内蔵の機能で得られるんですよ。すごくない フルサイズの会長でスーパー 35mm の領域でこの S1H に関して言ったら 4.1K かな扱えるんですよすごくないですか俺これ結構すごいなと思ってるんですよねスーパー 35mm シネマカメラじゃんみたいなそうこんなところかな うん、って思ってます。はい。まあ、絵作りの部分に関しては、まあ、各社ね最近ではこうシネマカメラ譲りの敷居を持っていたりとかシネマカメラで得られるトーンを目的とした、えー、ログを作っていたりとかしてそれに関してはまあ一長一短かなと思いますぶっちゃけ好き,好き好きなので絵作りに関してだけ言うと。うん、そこは好き好ききだから いやブラックマジックの絵作りの方がいいわとかあ,あとはああそう内部ローが撮れないとかっていうのもまあシネマカメラとしては物足りない人もいるかもしれないっていうところなんですけどそう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 。 やっぱ好き好きなのでっていうところで、まあ、さっきの話に戻ると俺はブラックマジックが好きだとか俺はキヤノンが好きだとか俺はソニーが好きだとかまあそれはうんですようん。ただシネマスタンダードで考えるとぶっちゃけ手ブレ補正とかか AF すすらななくても当たり前なんですよね最近だと割と効くものも出てきていたりするんですけど電子手ブレとかね。 ルミックスの手ブレ補正本当優秀なんで超絶滑らかだし超絶引っ張られる感じがしないっていうのが本当に素晴らしいんですよ。うん、望遠液とか使うと引っ張られる感じがしてまあ使えたもんじゃないっていうカメラもあったりするのでしかもで電子手ブレじゃないんですよ。基本的にはボディな手ブレでセンサーシフト方式からセンサー動いてくれてるんであのノンクロップでいけるんですよね、うん。とかっていうのもあってでぶっちゃけやっぱオートフォーカスを。 使うケースのが少ないですよ、うん、最終的にマニュアルレンズ使いたいと思ってシネレンズ使いたいと思ったら、あのー、そもそも優秀なものを搭載していたとしても使えないわけですから。うん、っていう意味合いでやっぱ僕にとってベストな選択なんですよね。ルミックス使ってないかから、あのー、お前もおぐりだよとか あのビデオグラファーとしてどうなのって非難するつもりは一切ないですよ。うん、一切ないんですけど個人的にはやっぱりビデオグラファーとして、えー、そのカメラに搭載されている機能がシネマスタンダードであるかどうかっていう考え方は、えー、と割と俺はスタンダードな考え方なんじゃないかなと思って生きてきてしまったので今自分の正義を皆さんに押し付けてるんですが。 えとそういう考え方でルミックスカメラ見てみるのも面白いんじゃないかなと思うしそういう基準で世間の一眼ムービーを見てみるのも、まあ、面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあそんなところでございます。ーすんげえ長くしゃべってしまいましたけれどもとにかくねちょっとねこればっかしは話しておきたかった。 でちょっと近々これについてはノートでも書きたいなと思ってます、はい、これぐらい長くなっちゃうんですよ、うん、話すと俺これを簡潔にしゃべる能力持ってないんですよねうんなのでまあちょっと長くはなってしまいましたけどまあラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいなという超余談でございました余談でありながらビデオグラファーにとって、えー、カメラに求めるものっていうところにおいて一般のユースケース だともしかするとちょっっとととここが足んないよとかそんななないよっていいいいよよかそ機能らて人もいると思いますただ、えー、っとプロ現場において優秀な機能であったりとか、えー、非常に優位性のある機能っていうものが盛りだくさんであることは、まあ、言わずもがなというところがあるんですけれどもやっぱルミックスカメラを GH4 から始まって、えー、S1H というところに流れ着きとんでもないステップアップだったんですけれどもねっ で最近だと GH6 というカメラが登場してマイクロフォーサーズでフルサイズを凌駕するようなフルサイズをこう任しに来てるえマイクロフォーサーズのカメラであってえハイエンドフラッグシップ機であって僕は本当にプロユーザーが積極的に使っていける基準で開発された素晴らしいえ動画ハイエンドフラッグシップ機だと思ってるしじゃあ一般ユーザーが使えないかって言ったら一般のユーザーが プロ基準でカメラを選択することは決して悪いことではない三33万円くらいでレンズとカメラが手に入るシネマカメラってある多分いやありはするかありはするけど 5.7K よ 5.7K からのオーバーサンプリングで120個は撮れるのよすごくない ししかも,アナも対応してんのよ 5.8K4 対3すごいでしょなのでねミナなルミックス使おう本当にいいと思う特にこれから始める若手それからねすでに始めてる若手最新のカメラは使えていない若手とかは GH6 めっちゃおすすめよ 本当にいいから本当にマジでいいので若手みんな使おうぜめっちゃいいから本当に若いからこそ使ってほしいかなと思うポイントも今度ねお話できたらと思ってますはいということでちょっと閉まらないんですけど長くなりましたけれども今日はねえっとちょっと長くなるよとお伝えして本当に長くなりましたあのカメラ時くらい長くなってしまったんですけれどもビデオグラファーにとっての ルミックスカメラの優位性というところで一、えー、プロのビデオグラファーであるそして一、えー、ルミックスユーザーであるルミックスのオーナーである、えー、私熊沢の個人的な主観を多分に含むお話になってしまいましたけれども、えー、少しでもねルミックスカメラがあ映像に映像分野において え非常に優れたカメラであるということを体感してすごく幸せに仕事ができているのでえぜひね皆さんにもそれをお伝えしたいなということでえ熱のままにちょっとグダグダしながらえお話をさせていただきましたはい、ぜひ参考になった方チャンネル登録とグッドボタンぜひ <laughs> よろしくお願いしますそして Twitter と Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたしますはいそれではまた次回の動画でお会いしましょう熊谷でした